カムジャマスです。カムジャマコンちゃんです。カムです。田島しんちゃんです。今日のテーマは何ですか？カットサーブが打てない子がやってしまっている NG 動作4選、待ってました。ということでカットサーブ難しいですよね。難しいカットサーブ難しい、はい、僕も、ね、あんまりカットサーブ得意な方ではないんですけど、やっぱこう子供たちを教えている中で、あ、こういうカットサーブが打てない子はこういう共通点があるのっていうのがね、見つかっちゃいました。4つ見つかっちゃいました。だから、ね、まあ、これをね、なくしたら確実に打てるとは言えないんだけど、こうなっちゃうと絶対に打てないよっていうパターンがあるので、うん、そのパターンを4パターン紹介していきたいと思います。はい、みんなカットサーブ得意ですか？僕は自分が選手の時は、まあ、インドアではない限りあんまりカットサーブ打てないんですけど、やっぱ子供たちを教えるってなった時に相手がみんなカットサーブだったので、僕カットサーブ打てるようにして、まあ、練習に付き合ってたので、まあ、今となってはカットサーブは得意の方に入りました。僕はめちゃくちゃ苦手ですめちゃくちゃって言っても過言じゃないくらい苦手 でそもそもあの中学校も高校もカットサーブを一切使用しなかったので、その練習を全くしてないからできないっていうのが正しい言い方ですね。苦手っていうかはやったことないからできないよっていう感じですね。なるほど。しんちゃんは聞くまでもないかな。そうですね。聞こう。はい、聞いてみよう。じゃあ尺的に聞いておきます、ね、お願いします。一切ください、はい、でしょうね。そうだからね、最近小学生ってカサーブばっかじゃんか、うん、確かに。だからカサーブにした時は僕は黙ります。アドバイスしないできない、はい、ひたすら黙ってます。僕はね、あの高校時代、まあ、選抜全日本大会優勝させてもらってるんですけど、実は僕あの決勝戦で、僕そもそもカサーブが苦手だったんで、もう何も意識しないで打とうっていうのをやってました。試合中ね。試合中にやった。試合中にもう意識しないで、急に入んないから。そしたら入るようになって、決勝戦なんとバックアウトした。カットサーブをカットサーブバックアウトした。でもなんかピューンってなってて、相手には4Xの林田選手なんですけど、僕は前衛側に打ってるんですけど、林田くんの方に飛んでいって林田くんがキャッチするもうすごい、今見るともすごい恥ずかしいんですけど、決勝でもうざわつきましたね。っていうことがあったけど、っていうことがあったぐらい僕カサーブが苦手だったんですけど、まあ、あることをね、こうやめていくと打てるようになるっていうのもあるので、今回はそのカットサーブでやってしまっている NG 行動4選紹介していきたいと思います。はい、レッツゴー。レッツゴー。今日でうまくあるわ。すごいな、決勝でバックアウト。はい、今見てもらったカットサーブはもう手打ちですね。もう本当見るからに手打ち。もうカットサーブは結構ここの感覚でみんなね調整しているように見られがちなんですけど、実はこう体の上半身からこう下半身、足も使って打つのがカットサーブです。なのでこう手だけでこう感覚を合わせていくと、ここに当たっちゃったりとか、この面の当たるところがねこうバラバラになってしまったりとか、こう緊張した時にどういう動作かっていうのが分からなくなってしまうので、ストロークと一緒ですね。こうストロークもこう構えて足を使ってこうやって、ね、打つっていう動きがあるように、カットサーブも同じようにしっかりテイクバックして、そこから足を使ってこう打つで、腰をひねってこう回転をかけてあげるっていうところとかもね、いろいろ、まあ、ここではちょっと説明しきれないんですが、そういったところを意識すること多いので、こうただ手だけでこうやって感覚で、ね、やるっていうのはやめておきましょう。もちろんね、これでもね入る子はね入るんですけど、試合になった時にこう緊張した時とかね、大事な場面でなかなか安定して入らないので、体を全体を使って打つっていうことを意識してやってほしいと思います。今見てもらったのがカットサーブのダメなポイントの、力みすぎですね。見てもらったら分かると思うんですけど、もう手首に力が入りすぎてガチガチになってます。
ここで力を抜いて振り抜けばしっかりとここまで行くんですけども、今はもうガチガチに切っちゃってるんでピピッになってます。力を抜いて最後もこんな感じで振り抜けるようにやってみましょう。今見てもらったのはトス、サーブの打つ前のトスが高い、っていう NG 例をやりました。トスが高いとさっきしんちゃんがやってくれたみたいに上げた後時間があるのでどうしても力みやすくなってしまいます。あとトスが高い分安定して同じ高さでカットサーブを打つことができないので、サーブってリズムがすごい大事だと思うので、カットサーブを打つ子はあんまりトスを高くせずふわって上げるぐらいで十分なので、自分が打ちやすい高さに合わせてトスを上げて練習していってください。はい、今見ていただいたのはウエスタングリップでカットサーブを打ってみました。まあでも軌道を見ていただいたら分かると思うんですけども、もうカットサーブっていうよりかはセカンドサーブになってたと思います。もうほぼほぼセカンドサーブみたいな、それぐらいしかそもそも切れませんウエスタングリップでは。で、正しいグリップはイースタングリップですね、包丁握りって言われるものです。で、詳しい解説に関しては水野の小林さんのカットサーブの動画がありますので、そちらを概要欄に貼っておきますので、そちらからカットサーブの正しい打点とか、こう切れるカットサーブの打ち方っていうところを学んでみてください。まあ、僕たちね、カットサーブ下手くそだからね、これなってたんじゃないですか、昔。がっつりなってました。僕もね、自分自身がなってたっていう経験からね、これはね、ならない方がいいなって思うので、こうなっちゃうと絶対、ね、カットサーブは上達しないんで、こうならないように、まあ、それぞれがね、こう改善ポイントを話してくれたと思うので、それをぜひ意識してみてください。意識します。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ます。いいごちそうさまでした。ありがとうございました。バイバーイ。もうカット打てるよ。もう打てるよ。